ララスカートを着用したバージニアユニオン大学のチアリーダーララスカートの入ったスカートのこと。もともとはチアリーダーのスカートとして制作され、1980年代のティーンエイジャーの間で流行した。オックスフォード新語辞典によると、1960年代に流行したミニスカートのリバイバルとしては初めて成功した試みであるとのこと。1980年代終わりには、 レザー、デニム、レースなどを用いたララスカートも登場した。1990年代に入るとララスカートのようなフリルを持たない本来のミニスカートがファッション界で復権を果たした。しかし近年のイギリスで再びララスカートが注目されている。2008年のロンドンライフの記事によると80年代風ファッションはすべて RA レーブであるとのこと。 ララスカートの例としては、ネーナの99ルフトバローンスや、ストロベリースウィッチブレードの新水エスタデーなど、80年代のレコード CD のジャケットで女性ロック歌手がよく履いている。RAH らの語源は、応援を意味する、フラーの省略形、RAH の繰り返しである。ありがとうございます。